最後の晩餐は、キリスト教の聖書に登場するイエス・キリストの最後の晩餐の情景を描いた絵画。ヨハネによる福音書13章21節より、12弟子の中の一人が私を裏切るとキリストが予言した時の情景である。本校では、サンタマリアデレグラツエ教会にあるレオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐をジャンピエトリーノとして知られる。 ジョバンニピエトロリッツォーリーが模写した作品について解説する。この作品はロンドンのロイヤルアカデミー・オブ・アーツが所有しているが、オックスフォードのオックスフォード大学、モードリン・カレッジに貸し出されており、そこで展示されている。来歴については何もわかっておらず、誰が制作を依頼したのか、当初どこに置かれていたのかもわかっていない。 バルトロメオ・セネーゼが最初にこの作品についての言及を残した1626年にはチェルトーザ・ディ・パビーヤのパビーヤ修道院にあった。しかし、そこが最初にこの作品が置かれた場所であるとは考えにくい。パビーヤ修道院にもたらされる以前のいずれかの時点で画面上部の3分の1ほどは切り取られた。1821年にロイヤル・アカデミー・オブ・アーツは この作品をマルコッチオノの作として6 0 2位で購入したが、今日では作者はジャンピエトリーノと考えるのが通例となっている。ジャンピエトリーノはオリジナルであるレオナルドによるサンタマリアデレグラツエ教会の食堂の最後の晩餐の制作に助手として関わっていたのではないかと推測されているが、これを証明する当時の証拠は残されていない。この模写には、 すでに失われた細部についての情報も残されており、食卓上のグラス類や、道内の内装を飾る花のモチーフなどが描かれている。レオナルドの最後の晩餐ジャンピートリーノの最後の晩餐。レオナルドのオリジナルと比べると上部が切り取られていることがわかる。ありがとうございます。